食欲の秋って素敵だな。脇谷純です。ほんとそれ、焼肉美味しかった。鈴木えりです。焼肉食べたんですか？はい、今ここに、宿っています。いいな、お肉が。焼肉がいいですね。何肉ですか？ハラミ、牛だよ。あ、牛。牛牛牛。いや、美味しいですよね。美味しいもんね。最高。ちょっと涼しくなってきて食欲増すよね。増しますね、うん、焼肉食べたくなってきました。いやー、いいのよ。食べよう、はい、明日、明後日くらいに。召し上がれ。はい。本日はメール会でーす。はい、読みましょう。それでは行きましょう。せーの。アゼリアール。それではメールを読んでいきまーす。じゃあ、エリーさんお願いします。はい。こちら、アゼリネーム、ドギーさんからのメールでーす。ありがとう。アジジエリピョン、こんばんは。こんばんは。アジジのお誕生日会、うん、とても面白かったです。ありがとう。エリピョンからのお誕生日プレゼントの賞は、うん、アジュジュに合わせた名言かつエリピョンらしさが溢れていて素敵でした、うんうんうん、ありがとう、うん、また初めての映像付きのなりきりレポーターは、うん、声優アワード新人女優賞様の演技が光っておりとっても面白かったですなまた特別編での先輩後輩に関するお話がエモすぎて感動してしまいました、うん、改めてアジジお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これからの放送も楽しみにしています。ぜひぜひお願いいたします。はい、はい、そして、はい、アゼリネーム JB さんからのメールも読みます。 JB さん、ありがとう。アゼリのお二人、こんばんは。こんばんは。先日の動画付きでの AJJ お誕生日会堪能させていただきました。なりきりレポーターも初の動画会ということで、うん、アジジはその日の主役なのに一人で2回お題をこなしていてさすがでした特別編ではケーキを食べながらお互いの出会いから今までの思い出話、うん、アジジのデビューから最も長く一緒にいる先輩だからこそできる話、うんうん、廃墟でも後輩だったアジジも今ではすっかり先輩になり、先輩としてこれから後輩ちゃんにも話しかけていこうという、はい、この抱負も聞けたり、うん、エモエモの回でした、きっぱりと先輩に嫌ですと言えるのもアゼリの絆あってこそだと思いますの です、ね、これからも先輩後輩という壁を取り去った姉妹のような関係でいてください。いや、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。お祝い。やっぱ動画界っていいですね、はい、いや、いいね。いつも音声で10分くらいですけど、うん、やっぱ動画になると自由度も広がるし。確かに確かに、うん、楽しいですよね、うん、すごいレアなねこともできたしね。そうですね。なりきりレポートはいつも音声のみだったんですけど、うんうん、動画だとさらになんか伝わるものがあるし、うんうん、なんかすごいことになってたしいや、見たんだけど面白かったな。めっちゃリアルなインタビューになってたよねあんなことをやってくれるんですね編集のお力があって、いや、もう丁寧に作ってくれましたね、うん、めっちゃ面白かった。スペシャルな回にしていただいて本当に嬉しいし、うん、しかもエリさんからも、うん、賞をいただきましたからね。ありがとうございます。今日あんな貴重なものね。あれ、ちなみに、はい、持って帰りました？ちゃんと持って帰りましたよ。エリさんにあの持って帰るコツを教えてもらって賞、ね、そう、ファイル4つくらい、はいはいはい、あの角をね、うんうん、折れないように、そう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 、ファイルで固めてしっかりと持って帰って。あ、持って帰ってくれたんだ。今私のあのなんか大事なもの、うん、あの家の家族の写真立てとか置いてあるところに置いてあります。すごい。そこにマジで置いてある一番宝物たちじゃん。宝物コーナーに置いてあるんですよ。す家族写真と一緒に置いてあるの嬉しい。でもちょっとね、やっぱああいうのって湿気にすごい弱いから。確かに。ちょっとね、あの額は自分で買えってエリさんにそうです、セルフで買ってそう用意してって言われたから、ちょっと早めに買わなきゃなっていうのを思ってます。寝室もいいけど玄関もいいと思うよ。あ、玄関もいいですね。玄関もいいと思う。確かに、うん、誰かが入ってきた時にやっぱ一番に、おそうね、ってこう目に、だ高級感あるしね、高級感やっぱ書ってありますね。なんか風水的にも確かにね、よ、うん、下げですね。いいものがさらに玄関に飾ってみようかな入ってくる気がします。はい、また動画会あるといいですね。そうだね、はい、大事にしてくれてありがとう。いや、こちらこそありがとうございましたはい、ではでは続きまして、はい、爽快ぼっちさんからいただきました。ありがとうございます。アズエリの二人、こんばんは。こんばんは。ふと思ったのですが、はい、ゴージャスさんの地球儀ネタって多分世界のすべての国、うん、196カ国に対応してますよね、うん、
ゴージャスさんって芸歴が20年くらいありますし、最低でも1年に10カ国分くらいは作っているはずですそこでお二人に提案なのですが、好きな国をいくつか決めておいてゴージャスさんに出会った時に無茶振りしてみるのはいかがでしょうか。きっと喜んでくれるはずですよ。いただきました。なるほど。実は今日放送日火曜日で、昨日の月曜日にあのゴーレボに私たちアズエリ2人でゲストに呼ばせていただいたんですけど、ちょっと収録時点ではまだ生放送できてないんですけど、無茶振りしてみますしてみます。これ、普通にメイクしてる時とかじゃなくて放送内でってこと放送内でってことですかね。放送内で。でゴージャスさんのネタはやっぱマダガスカルのイメージが一番強いんですよ。そうだね。そうだね。他めっちゃでもすごいとこついてくるね。日本とかあるのかな。ああ、日本私も聞いたことないかも。ジャパンみたいな。ジャパン。いや日本はあるでしょ絶対。日本絶対は絶対あるはするんですけど196はないと思う。ないないですかね。そんないやだってでも、ゴーレボであのなんか地球儀対決するじゃないですか、先にゴージャスさんがなんか、あのちくわピーさんと一緒になんかやってみたいな。あるねあるね。でもその時やっぱよくわからない国でもゴージャスさんすぐ探してません？場所めちゃめちゃやっぱさすがだよね。分かってらっしゃるよね。でもそこ場所分かってるからといってその全てにネタがネタがあるわけではないんですかね。いやーあったらすごくない。あったらすだもん。芸歴20年ですよいやあってもさ覚えられないじゃん。確かに。そんなじゃあちょっとマニアックな出してみる国とか探してみますか。無茶ぶり？無茶ぶり。うわー、ね、ドキドキだね。ドキドキですね。でも本とか出してらっしゃるから。そっか。地球の歩き方みたいな。そう。すごい。だから結構、網羅してるかもしれない。もしかしたら196ネタあるのか、ね、あるのかもしれないですね。わあ、確認したいなー。楽しみですね。めっちゃ気になる。楽しみ。どうだろう。生放送の時にやったら事故になんないかな。やばい。事故になっちゃうかもしれない。まあ、それはちょっとどうなるかまだわかりませんけど。ちょっと聞いてみますね。聞いてみよう。はい。ということで、皆さん、メールありがとうございました。はい。ありがとうございました。番組ではメールを募集中です。メールアドレスは、アズエリアットマークセカンドショットドット JP、 アズエリアットマークセカンドショットドット JP、 普通音含めてどしどし送ってください。各コーナーは番組ホームページにどんどんアップしていきますのでぜひチェックしてみてください。はい。そして今週分のアズエリアルは水曜日24時から、セカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開。さらに有料会員になっていただくと過去のアーカイブやアズエリアル特別編が聞き放題見放題です。はい。皆様会員登録をよろしくお願いします。セカンドショット通販でアズエリアルの各グッズが販売中です。番組支援の意味も含めて皆様ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。ということで今回はここまでです。ここまで。お相手は脇あずみと鈴木えりでした。バイバーイ。